はい、こんにちは、しらすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第239回をやっていきます。今回はオプションとはということでやっていきたいと思います。で、オプションというのは何かというと、まあ、一言で言うと権利のことなんですね。その目に見える、例えばこういうあのペンみたいな目に見えるもの、商品そのものではなくて、権利のことをオプションというふうに言っています。で、どんなオプション、権利なのかというと、株式や債券などを将来のある時点で売ったり買ったりできる権利のことですね。その株式そのものとか債券そのものじゃなくて、それを売る権利、もしくはそれを買う権利のことをオプションというふうに言っています。つまり商品そのものだけではなくて、売る権利、買う権利っていう権利も売買の対象になっているということですね。その株式そのものじゃなくて、株式を買う権利が、ね、まるで商品のように取引されているということになるわけです、ね。そして、まあ、代表的なのは買う権利と売る権利ですよね。買う権利の方はコールオプションというふうに言ってます。なんかこうね、買う権利ってことは買えるわけですから、こうなんか呼ぶというようなイメージですね。それでコールオプションというふうに言ってます。で、 A さんと B さんって2人の人がいたときに、 A さんは商品持ってません、ね、例えば株式とか債券とかを持ってないわけです。で、 B さんはその株式債券っていうのを持ってるわけですね。で、 A さんは、ね、B さんが、ね、その商品を持ってるわけです。で、それに対して B さんに対して、何年何月何日までにその商品、まあ、株なら株、債券なら債券を1万円で買いたいと、ね、何年何今すぐじゃないんですね。今すぐだったら、ね、今すぐ買えばいいわけですけど、わざと、ね、例えば1年後とか1年以内にとか、まあ、そういう何年何月何日までにその商品を1万円で買いたいと、ね、っていう、そういう気持ち、希望というのを持っているわけです。で、それで確実に私に売ってくださいと。で、私に何年何月何日までにその商品を1万円で買いたいの で、 で何年何月何日、私がこのね、買う権利っていうのを行使したら、それを1万円で売ってくださいということですよね。で、これは権利であって義務ではないので、 A さんはその権利を放棄して実際は買わないということもできます。何年何月何日までにその商品を買いたい、私はそのあなたが持っているその商品を買う権利を持っているということですよね。で、買う権利なので義務ではないので、実際はこの日付になった時にやっぱり買わないっていうことができるということですよね。で、これだけ聞くと A さんにものすごく有利だと思うんですけど、で、 B さんはリスクがありますよね。1万円で買ってもらえるかもしれないし、買ってもらえないかもしれないわけです。で、買いたいって言ってて、実際は、ね、この本当にその日付になった時に、いや、買いませんと。私はその権利を放棄しますということを言われるかもしれないので、 B さんはリスクを持っているわけです。リスクがあるので、権利そのものを有料で売ることができるんですね。で、口約束じゃなくて、はい、わかりました、じゃあその権利あなたはいくらで買うんですかと、ね、だってあなたは1万円で買いたいって言っときながら買わないかもしれないんですよね。私はそれを1万円途中で売るってこともできないし、ね、ずっとその何年何月、ま、何日までにその、ね、商品、株なら株、債券なら債券持っとかないといけない。しかも持ってたにもかかわらず、あなたが買わないって言えば私は損をしてしまいますよねと。だったらその権利は口約束じゃなくて、じゃあ実際あなたはその権利をいくらで欲しいんですかと、ね、いくらで買うんですかということですよね。なので、その権利そのものはただじゃなくて有料で売ることができると、ね、いうことなんです。だから B さんは A さんにこの買う権利、コールオプションという権利そのものを売ることができるんですね。じゃあ例えば1万円で買いたいって言ってんだったら、じゃあね、500円でお売りしましょう。で、あなたがこれを1万円で買いたいと言うんだったら、その買う権利を500円でお売りしましょう。だからとりあえず今すぐ500円くださいと。500円くれるんだったら、ね、このあなたが何年何月何日までにその商品を1万円で買いたいというその権利を持ってていいですよと、ね。で、その権利をもしあなたが使ったならば、本当にその通り、ね、1万円でお売りしましょうと。ただね、あなたがもしね、この1万円で買いたいという権利を持っているにもかかわらず、その権利を放棄したとしても、この500円はお返ししませんと。
なぜならもう権利そのものを売ったわけだから、あなたが使わなかったっていうのであれば自己責任なので、もう500円はね、あの権利代としてください。で、あなたが権利を使っても使わなくてもこの500円はもうお返ししませんということになるわけです。だから権利を買って権利を売って、でこの人はすでに最初にもうプラス500円というのは確定してるわけですよね。商品は持ってるんですよ。商品は B さんは持ち続けてるんです。1万円の商品は持ち続けた上で権利を売ってプラス500円という状態になってるわけです。で A さんは権利を手に入れて、 B さんがその権利代ということで500円というのを受け取ったということになるわけですね。はい、逆です。売る権利、プットオプションというふうに言います。今度は A さんが商品を持ってます。 A さんが商品持ってて B さんは商品を持ってませんね。さっきと逆です。 A さんが商品を持ってます。そして何年何月何日までにこの商品を1万円で売りたい、ね、もし私がこれを売るって言ったら、あなたは必ずこれを1万円で買ってくださいという、そういう権利です。売る権利ですよね。で私はこの、ね、売る権利、プットオプションというのを持ってます。だからそのプットオプションという売る権利を行使したら必ず1万円で買ってくださいね。私が売る権利っていうのを行使したら必ず1万円で買ってくださいねというふうに言ってるわけです。でこの売る権利、プットオプションというのも権利であって義務ではないので、 A さんはその権利を放棄して実際は売らない、ずっと持ち続けるということもできるわけです。その売る権利そのものを放棄するということができるんですね。でそうすると B さんはリスクがあるわけですよね。B さんは A さんに売ってもらえるかもしれないし、売ってもらえないかもしれないわけです、ね、もし売ってもらえないならば別に C さんとか D さんとか他の人からこの人は買うってこともできるのに、ね、実際は A さんが売りますと言ってるわけだから A さんが売ってくれるのを待つわけですよね。待つわけです、ね、別に A さんが売ってくれないならば C さんから買うとか D さんから買うってこともできるのに、それをしないで A さんが売りますって言ってるから、じゃあそれを待ってるわけですよね。待ってるにもかかわらず A さんが売る権利を放棄すれば B さんは結局売ってもらえないわけだからリスクがあるわけですよ。だったらそのリスク代として、ね、お金をくださいね、やっぱりさっきと一緒です。そうすると A さんは売るという権利を手に入れて、 B さんはプラス500円というのを手に入れるわけです。で、A さんはこの権利を使っても使わなくても B さんはもうプラス500円は確定してるんですね。プラス500円は確定してますということになるわけです。だから商品そのものじゃなくて権利そのものを売買することができるということになるんですね。その権利そのもの、ね、売る権利もしくは買う権利のことをオプションというふうに言ってます、ね、で A さんは権利を行使するしないっていうのを自分で選ぶことができてます。もう500円払ってますからね。500円払ってて A さんは権利持ってますから、権利を使う使わないっていうのはもう A さんが決めることができるわけです。そうすると A さんは自分が得できると判断できた時だけ権利を行使すればいいわけですよね。でどういうことかっていうと、これはちょっとね次回でもう一回詳しくやりますけれども、ね、どういうことかっていうと、もしね1万円で買いたいと、今この人は、ね、商品持ってないわけですよ。商品持ってない、ね、で1万円で買いたい、そして実際に、まあ、例えばいつでもいいんですけど、まあ、この日付っていうのは仮に1年後だったとして、1年後その日になった時に1万円で買うっていう権利を持ってて、その買うっていう権利を使う時ってどういうことなのかって言ったら、その商品の価格が1万円以上の場合です。市場で例えば市場で全く同じものが1万5000円で売られてるとしますよね。1年後ですよ、まあ、例えばねこの日付っていうのは仮に1年後っていうふうに設定したときに、ね、今は、まあ、例えばですよ、今は1万円なんだけど、1年後もしかしたら1万5000円になってるかもしれないわけですよ。まあ、それはもちろん将来のことだから誰にも分かんないわけですけど、ね、1年後は、ね、1万円だったものが1万5000円になってるかもしれませんよね。そしたら A さんは、そのね、コールオプションっていう買う権利っていうのを行使した方が得ですよね。なんでかって言ったら、B さんから1万円で買えるんですよ。1万円で買って市場に出せば、ね、5000円得しますよね。 B さんは1万円で売らないといけないわけです、ね、もうこの買う権利っていうのをね、売っちゃってるわけですから、買う権利っていうのを売ってるから B さんは嫌でもダメなんですよね。 B さんはもう売らないといけないんです。 A さんは買えるんですよ、必ず1年後に1万円で。でだったら、ね、B さんから1万円で買って市場では1万5000円で取引されてるわけだから、それを転売すればプラス5000円ですよね。
で実際 B さんにプラ500円のねオプション代払ってますから、まあ、4500円の得になるということになります。1万円で仕入れて1万5000円で売る、そしたらプラス5000円だけど、あらかじめ500円も B さんに払っちゃってるんで4500円のプラスということなんですね。逆にもし市場での値段っていうのがそうじゃなくて9000円に落ちてたら、9000円に落ちてたらね、だったらもうこのオプションっていうのは行使しないですよ ね。今は1万円なんだけど1年後は9000円になってたと、値下がりしてたということです。そしたらもうね、自分はね、その買う権利コールオプションっていうのを放棄して、ね、もう損失を、ね、B さんに払った権利代500円で終わると、終わらせると。もう500円はしょうがないですよね。500円は損しちゃうわけですけど、でももう500円でいいと、ね、それ以上は何もないと、ね、損を500円で最小限にするということになったわけです、ね。こっちの売る権利も全く一緒ですね。売る権利も全く一緒で、ね、これは例えばじゃあさっきと同じで1年後だったとしたときに、1年後にこれを1万円で売りたいと、でこの売る権利っていうのを使うときっていうのはどういうことかって言ったら、値下がりしてるときですよね。例えば市場で8000円まで落ちてましたと、1年後ですよ。8000円で落ちてました、8000円まで落ちてました。だけど A さんは売る権利っていうのを持ってるわけだから、市場では8000円でしか取引されてないんだけど、自分は1万円で B さんに売れるわけですよ、売る権利っていうのを持ってればね。そしたら結局得できますよね。本当はもうこれは8000円の価値しかないんだけど、1万円で売ることができるわけだから1万円で確実に売れるわけですよ。そういう時っていうのは権利を行使するわけです。でいずれにしてもA さんは市場に売るよりも相手に売った方が得だって判断した時だけにオプションというのを行使するということになるわけです。 A さんは自分が得できると判断した時だけ権利を行使します。だからオプションが行使されたということは A さんが得できるということなんですよね。それがオプションということになります。だからオプションを権利として持っているので、自分に損になるときは権利を放棄すると、得できそうだっていうときだけ権利を行使するということになるわけですね。で逆に A さんは自分が損になると判断したときは権利を放棄します、ね、買う権利売る権利って持ってるんだけどそれを使わないということもできるわけです。その場合はオプション代金は損してしまいますよね。もう権利っていうのを500円で買っちゃってるわけですから、500円はもう B さんの手元にあって A さんは500円払ってるわけですから、500円は損してしまいます。じゃ逆の言い方をすると、オプション代金だけの損で済ますことができるんですね。例えば、ね、これが、ね、例えば自分はその商品を1万円で買いたいと思っていたとしても、ね、その市場は例えば1年後は5000円の価値しかないと。ということであれば、ね、すごい、ね、5000円とかまで1年後に価格が下落してたら、すごい損してしまうわけですけど、実際自分は、ね、権利を使わなければ500円の損で切れるわけですよね。損を最小限の500円で済ませることができるわけです。いわばオプションっていうのは A さんにとって保険のようになっていると。どれだけ価格が下落してもオプション代金500円だけで損を止めることができているわけですね。どれだけ価格が上昇しても、ね、オプション代金500円でだけで損を止めることができているわけです。だからオプションというのは権利なんですけど、言い方を変えたら A さんにとっては保険みたいになっているんですね、まあ、500円の掛け捨て保険みたいな存在になっているわけです、ね、だから、ね、自分にとってすごい有利になった場合は権利を使うと、ね、そしたらすごく、ね、リスクなしで儲けることができるわけです。大きく儲けることができる。その代わりもし自分の予測が外れて、ね、上がると思ってたのに下がったとか、下がると思ってたのに上がったということであれば、もうこの、ね、オプション代金だけの損で損を切ることができるわけですね。それ以上の大きな損失っていうのは A さんは被ることがないということになるわけです。で そういう性質っていうのをこのオプションっていうのは持ってます。オプションっていうのは権利であり保険みたいな存在だということです。逆の言い方をしたら B さんからすると、ね、確率を考えるわけですね。確率と自分が損するかもしれない代金っていうのを考えて、まあ、保険っていうのもそうですよね。世の中市場一般で売買されている保険っていうのは、例えば生命保険とか健康保険とかありますよね。そしたら何人中何人が、ね、死亡した時にこれだけの保険金とかっていうので、確率論的に、ね、
まあ、例えばその、ね、あの何歳でもいいんですけど、例えば60歳なら60歳、65歳なら65歳までの人が、まあ、死ぬ確率とみんなから集めることができる保険代っていうのを比べた時に、ね、まあ、もちろん何万人に1人かっていうのは60歳まで生きられないわけですよね。でその人にはやっぱ保険金っていうのは払われるわけですけど、多くの人は60歳以上まで生きるわけですよ。そうしたら生命保険っていうのをでたくさんお金を集めてる方が保険会社はやっぱり得なんですよね。何万人に1人かに保険を、ね、死亡したということで死亡保険というのを出したとしても、ほとんどの人っていうのは、ね、60歳以上まで生きるわけだから、でそうなると結局保険会社としては儲かるわけですよね。でそれはこうオプションの考え方も一緒 で権利を使われたら B さんの場合はいずれにしても買う権利にしても売る権利にしても権利を使われたら B さんは損するわけですよ、間違いなく。だけど損する確率よりも権利が使われないことのことを考えた場合 B さんは得だっていう、そういう料金設定をするわけですね。ね、料金設定として、ね、この権利を使われなかったことの方が圧倒的に多いと。権利を使われたら B さんは確実に損しちゃうわけですけど、権利を使われなかったことの方が圧倒的に多いということを考えて、それで料金設定したときにトータルでこうオプションっていうのを売った方が B さんは得。中にはね、その B さんっていうのは A さんだけじゃなくて C さんにも D さんにも E さんにも F さんにも、ね、オプションっていうのをバン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 売ってて、誰かがオプションっていうのを使ったらその関係においては B さんは損しちゃうわけですけど、他の人たちが全部オプションを放棄してくれたらトータルではこの人が得するっていう、そういう計算に基づいて権利っていうのをこうオプションという形で売ったりするわけですね。それで結局ね、商品ではなくて権利そのものがまるで保険であるかのように売買されていると、株式市場とか債券では売買されているということになるわけです。だから A さんは、まあ、逆に言ったらね、自分の損失っていうのを損できるだけ最小化する保険のような形で、ね、オプションという保険を権利として買うと、まあ、その権利そのものが市場で売買されているということで、今回は理解していただいたらいいと思います。次回もう少しですね、具体的な事例を使って、ね、実際オプションでどれぐらい損を切れるのか、それでどれぐらい、ね、得を上げていくことができるのかっていうのを、見ていきたいというふうに思います。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。